皆様こんにちは。本日よりこの時間は EDF ニュースをお送りします。どうぞよろしくお願いします。我々も晴れてテレビ復帰ですね。はい、タフさを買われて EDF に入隊しましたが、前職の経験を生かし広報官として再出発することになりました。私もです。全ての人々が一致団結を迫られる今、私たちが常に正しい情報を皆様にお届けします。地球に襲来した異星文明プライマー、最初は誰もが恐怖におののきました。しかし今では連戦連勝。その理由はどこにあるのでしょうか。敵の分析が完了したからでしょう。効果的な立ち回り、兵科同士の連携。なるほど、蝶のように舞い蜂のように刺すですね。飛行能力を有する敵もこの通り。姿勢を持つエイリアンに対してはいかがですか。最初は驚きましたが、これも EDF が有する兵器とポテンシャルの敵ではありませんでした。なるほど。そして直近の課題は超巨大生物エルギヌスですね。はい、しかしこれも原子光線砲を搭載した兵器 EMC で大きなダメージを与えられることが分かりました。敵を知り己を知れば百戦危うからずですよ。心配ご無用ですね。ああ、それは僕のせい。では続きまして、今速報が入ってきました。速報です。ライブ映像を見られますか。これは本田さん、これは新種でしょうか。新たな超巨大生物のようです。 EDF が応戦しています。これはきっとフェイクニュース。何言ってるんですか。あ、ダメです。あ、どうするんですか。誰か何とかしてくれ。姫川さん、今何て言いました。今誰か何とかして、その後ですよ。クレーン。そう、クレーンだ。え、今別の映像が入ってきました。これは僕がいた基地です。あそこに超巨大な人型のクレーンがあったんですよ。なるほど。ということで今プライマーに占拠された基地の奪還作戦を行っている模様です。激しい戦闘が続いています。あった、奥の方、あのロボットみたいなやつ。え、どこ。カメラさん、安全第一って書いてあります。本当にあれで戦えるんでしょうか。わかりません。でも全人類の安全第一を祈りましょう。アーケルス接近。バルガを投入する。投下地点を確認。バルガ投下、切り離せ。多大な被害を出しながらも人類の命綱として奪還に成功したバルガ。そのバルガがいよいよ決戦の時を迎えます。全人類が注目しています。見守りましょう。すごい戦いです。一体パイロットは誰なんでしょうか。特別に訓練を受けたエリートパイロットに違いありません。誰かは分かりませんが、絶対にやってくれるはずです。これで人類はもうきっと大丈夫です。市民の皆さん、不安な日々はもうすぐ終わります。 EDF は皆様の入隊をお待ちしています。入隊は性別、学歴、一切不問、人物重視の採用です。働きやすさ抜群の EDF で長く腰を据えて地球を守りませんか。